去年はあれですね、アスレチック行ったりとか行きましたね、うん、あれも楽しい要素しかないですね。そう、うん、ああいう風なことをやると、うん、なんか若返る気持ちが。そうですね本当千葉さん運転のね千葉さんを そう寝させないようにこう大輔さんが助手席にいてくれてよかった俺はね後ろですねコンパクトになって寝てる釘宮さんが超絶に可愛くって、うん、それに見とれてたら俺も寝ちゃったっていうね。そうでね大渋滞起こしちゃったんで、はい、千葉君もね眠そうだったので、うん、それは喋りかけないと、うん、千葉君もこれ僕事故ったら大変なことになるって言ってたんでね、うんうん、声優業界が大惨事になってしまう、ね、次の銀玉どうすんだよみたいな、ね、そういうことになってしまうので大変なんです。